さあ今日はですねバイク雑誌タンデムスタイルの、ツーリングキャンプの取材のついでに動画を回させてもらおうというやつの第8弾ぐらいですかね。はい、やってまいりました。今回ですね、千葉県君津市の山間部の中にあります亀山湖オートキャンプ場というキャンプ場ですね。君津にですね亀山湖っていう湖があるんですけど、その湖の近くのキャンプ場にツーリングキャンプに行きます。で、このタンデムスタイルの企画ではですね、毎回いろんなメーカーさんからいろんなバイクを借りて、それでまあキャンプ場へ向かうんですけど、今回お借りしているのがですねヤマハの XSR900 というバイクです。でこのバイクですね、初代の XSR900 があったんですけど、それがすごく人気のバイクで、街中でもね、よく見かけたんですけど、それがマイナーチェンジしまして、ちょっとね、これしばらくもう30分ぐらい乗ってるんですけど、すでにもう欲しいなぐらいの勢いはありますね。とにかく乗ってて操るのがすごい楽しいバイクです。トルクもあって速いですね。こう人馬一体感というか、あ、いい音しますね。いや、めちゃくちゃいいですねこのバイク。なんか先代のモデルのちょっとこのピーキーなところというか、この可動がですね若干取れて少し乗りやすくなって、でも前からのこの乗ってて楽しい部分、それはちゃんと残しながら、すごくバランスの取れた、このバイクはいいバイク。亀山キャンプオートキャンプ場、すごいこう山の中に入ってきたところですね。割とね道から結構奥まで入ってきてるんで、かなり静かです。今回バダーさん車で来てます。色が渋いね。お、すごい。カニがいますよ、カニが。え、カニ？ほら、泡吹いてる。生きてるってことですね、これ。ほんまや。カニや。カニがいる。あれ、川からこっちまで迷い込んだんじゃないですか。ああ、だからか。え、こっち来てもらってるやん。カニって川に生きてるんですか？サワガニで。あ、ですよね。死んでる？でもなんか泡吹いてますよ。こいつ、このままじゃ干からびるんじゃないかな。そうっすね。泡が出てるから。逃げない。動かれへんなってるから、ちょっと川に戻してやろう。せめて。結構ハサミでかいな。どこに川がある？川。ああ。川っていうか水たまりやけど。あ、でもちっちゃい川やな。こっちの。よし。電熱線です。でこういうふうにもできると。
これで一応ソロテントなんですよね。いやほんま天井高い、これほんまに膝立ちで、膝立ちできる居住空間はかなり広いですね。でベンチレーションも結構ちゃんとあるし、で両方開くし、すごい寝たままさっきから開けた、これをこのポケットに入れられるっていう、考えましたねこれは、うん、そしてもう一個ニューアイテム、はい、これテーブルです。テーブル、デートナーデートナーデートナーさんとズブズブですからねここの編集部これどうなの、一番低いのがこれ。天板を折りたたみできるわけじゃなくて、結構こう頑丈さに振ってるんですね。ああ、これが2段階目の高さ、このぐらい。ほんで一番高いとこのぐらいの高さ、うん、一番高いのは普通のあの折りたたみのキャンプ椅子とかにぴったりの高さですね、うん、これね、食事するのにぴったり、うん、で一番低いのやと割とこう直座りスタイル、マテリアルもいいですね。ね、いいですね、うん、天板はアルミの削り出しで、でこういうところに竹がついててね、このアルミの色とこの薄めの竹の色がちょうどいいですね。じゃあこれ岩崎市の食べたいものを食べるコーナー今回もございます。岩崎さん、はい、ちょっと説明を今回のやつ。わかりました。今回はですね、僕自転車が結構好きで、はい、ロードバイクを2台ぐらい持ってるんですけど、はいはい、その1台をずっと子供の、高校生の子から乗ってるやつが1台ありまして。はい、高校の頃？はい。じゃあもう30年ぐらいなんですか？そうですね。それ、実はその当時、高校生の頃に、その自転車買った、ちょっといじってあるんですけど、そのいじり方が、クイックシルバーっていう。はいはい、サーフブランドの。いや、違うんです。クイックシルバーっていう自転車の映画があったんですよ。ほう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 。メッセンジャーサービス。当時、だから、メッセンジャーっているじゃないですか。うん、国内でも。ああ、じゃあ今でこそね、メッセンジャー。はい、まあ、ニューヨークとかでよく走ってるようなやつでしょ。あれのもう走りの。超走り。1985か6です、ね。超走りですね、それ。はい。まだそんな日本人がメッセンジャーというものを全く知らんかった頃です、ね。そうそうそうです、うん。で、それの映画があって、で、その映画の中で、主人公の友達が、はい、ホットドッグ屋を開くためにそのメッセンジャーをやってた。ああ、はい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 。で、そのシーンをちょっと思い出しまして。ほう。で、ホットドッグですね。はい。なんか特徴のあるホットドッグってわけじゃない、普通のシンプルな。もう本当にシンプルなホットドッグだったんですけど、はいはい、ただで僕としてはやっぱりここは、ホットドッグをアレンジしていただきたいと。あ、アレンジね。はい。じゃあ一応さっき道の駅で、この近くの道の駅で、サバ味噌みたいな瓶詰めを買ったので、それをホットドッグに、サバ味噌ホットドッグみたいなことで、期待したいです、ね。全然合うと思うんで、はい。はい。それで行きましょう。はい、お願いいたします。今回。何て書いてあんの？ちょっと待ってください。ちょっと。パン、ホットドッグ？これ何すかこれ。粒あん&バターって書いてあるんですけど。ホットドッグやるんでしょ？いや、嘘でしょ？いやいや、これは？ああ、まあまあ、まあ、これ、でもバゲットやからな。普通の、やばなかったですかね。粒あん&バター。なかった。粒あん&バターはありえないでしょ。こう形だけホットドッグっぽいから出ましたね。いやー、さすがですね。でも案外こういうところから新しいメニュー生まれたりしますからね。あんバターで味噌。味噌。サバ味噌。あんかー、ちょっと厳しいかー。まあ、とりあえずまあバゲットはなんとか。はい。じゃあバゲットでいきますか、ホットドッグね。はい。はい、ちょっとあんバターもなんとかしてみたいかな。あ、一回ちょっとやってみましょう。あんバター。あんバタードッグ。ちょっとアンバタードッグ。すごいんで。で、この、あとは。まあ、ほんまはパン焼きたいですけどね。あ、ほら、この間のあれダメですか？これ。これ、活躍するんじゃないですか？これ。あー、まあ、焼けるか。
三枚焼いたやつね。はい、最初はじゃあ、あ、もうガス火でこう炙りますわ。炙ってパリッとさせますわ。了解です。これでかいな。半分に切るか。あ、包丁いい。あ、もう大丈夫ですか。いります。あ、いりますよね。使います。ウインナー焼かない、焼かないと。あ、そうじゃないですか。フライパン。フライパンありますよね。ああ、じゃーん。じゃーんって言うんだよね。ウインナー、ここに。はい。サバラ見たことないですね。ああ、いい香り。この中に忍ばせましょう。結構たっぷりめにいきますね。ケチャップ入れへんかってもよかったな、うん、サバラあるんやったら。よし、もうできますよ岩崎さん。おウインナーをここにオン。そうですね。なんかマスタードいるかな、いらんか。悩みどころだけど、もうホットドッグっぽいからマスタードかけてるか一応。しゃ。よし。うまい、普通に。あ、うん。それラー油ってきつくないですか？あ、全然きつくはないですよ。ああ、うん、そうなんですね。ウインナーに、はい。うん、本当に、サバがプラスされてる感じ。あ、喧嘩はしないんです。案外喧嘩しないですね。お。うん。やっぱ味噌と肉も合うしね。ああ。どうぞ。これはでも、結構ボリューム感あります。結構あります、ボリューム感。サバちゃんと入ってるでしょ。ょ、断面図ちょっと見せて。あ、これすごいいい感じで。あ、いい感じに。では。憧れの映画。映画で。クイックシルバーでメッセンジャーたちが食べていた。はい、ちょっと。で。何なんすか。あ、でも、このパンも、意外と、うん、あの普通のパンより、なんか味があって。まあそうですね、バケットやから。あれ、はい、ウインナー全部持ってきました？前残ってる。サバどうですか、サバの感じ。サバラー。いいっすね。ね、いいっすよね。はい、これは。全然変ではない。はい。最高です。よかったです。ホットドッグになんかこういう、瓶詰め系のものを、ちょい足しするのありですね。ああ、このサバラうまいですね。うまいです。うん。ぜひこの近所の屋台で出してほしいです。ね。はい。パンに全然合う。合います。動画としてはやること少なすぎて全然尺足りひんっぽいけどな。いや、ぜひ。え、まだ。あ、そうや。主役が
そうやった。あんバターがあんや。あ、お肉にチョコレートソースとかもあるし、はい、お、ちょっと甘いものと肉が絶対に合わないってことはない。じゃあ次のやつはこのちょっと細めの粗挽きウインナーにしましょうかね。あ、パンもちょっとちっちゃいし、ちっちゃいで、これもっちり生地のフランスパンに北海道産小豆あんと有塩バターをサンドした石窯つぶあん&バターこれですね。あー、しっかり入ってんな。あんことバタークリーム、めちゃくちゃうまそうやけどな、このあんこと。これケチャップとかマスタードをどうするか問題もありますよね、これね。レタスは入れない方がいいですか、どうなんですか。でもホットドッグっぽい見た目にするために入れましょうか。お、ほら、フットホットドッグっぽく。これケチャップ、うわー、ケチャップとかどうなんやろう。ちょっとかけましょうか。お、サバは、サバい、いや、俺サバ食べてないんで味がわかんないです。合うのか。いきますか、せっかくやし。いや、もう一本ありますからね。あの、失敗したらこれで一回練習して。いや、失敗もクソもないんですよ、この別に。もう成功とかが別に、まあせっかくやからもう全部サバもいっちゃおうか。これは別に決して食べ物で遊んでるわけではなくチャレンジ精神です。バタークリーム、サバとバタークリームは別に合わなくはないと思うんですよね。おう、せやな、もうどうせならケチャップもマスタードもいっちゃおうか。じゃあウインナー挟みます。いきます。これでもうせっかくやからもうケチャップとマスタードもいっちゃいましょう。ホットドッグやから。ビジュアル的にはさっきよりもバランスいいですね。ね、バランスはね。なんとか褒めようと。ありがとうございます。あのバランス全体のね、大きさのバランスね。大きさのバランスだけはすごくいいです。うわ、あのマイクのカバーの匂い、無責任。いや、でもなんかみんなに味わってもらってもいい。3等分しよう。俺さっきの食ってないのにいきなりこれ。断面はなんかこう違和感ないですね。いや、意外といい感じですよ。長い。きっといろんな味がこう混ざり合ってからじゃないですか。あのね、この味噌のしょっぱさとかウインナーのしょっぱさとこのあんバターの甘さ、はい、甘じょっぱい感じ、はい、悪くないですね。決して悪くないというか、はい、あの甘じょっぱい美味しさあるじゃないですか、はい、あの感じです。でも増井さんにはこのメインの一番美味しい、まあ、やばいこれやばいよ。はい、サギッと、すごい、なんか大丈夫ですよ、大丈夫。今ね、あんこ入んないように食べたんだけど、あんこ入った。いや、あんこももう思い切っていった方がいいですよ。いや、これあんこっすね。あんこっすか。あんこが勝ってます。あ、そうっすか。多分ここ量多いんだよ。あ、そっか。あ、真ん中だから。案外ね、いいと思うんですけどね。あんこの中にこうほのかにサバの味がっていう、はいはい、ウインナーが全くわからない。あの、ちゃんと咀嚼すればするほど美味しくなります。僕は好きです、これ。それ自分のミスを取り返そうとしてるだけじゃないですか。で、悪くないでしょ、悪くないですね。いや、でも本当にあの
ああいう甘系の入ったピザと同じような、うん、いやだからこれサバとかサバラーとかが入ってるからあれやけど、このあんバターのパンにウインナーだけ入れたら、あ、案外、はい、全然悪くないかもわからないですよ、ね。増井さんは全くお気に召してないみたいですけど。なんかね、あの、魚の入ったあんこ食ってる。あ、もう、思考がそうなっちゃダメですよ。もう、その魚の入ったあんこ食ってるという思考になってはダメです。新しいものを食べてるんだっていう思考に持っていかないと。はい、これ、あの、おすすめはしませんが、案外好きな人は好きな味だと思います。はい、終わりましたね。終わりました。あと、キャンプとすれば終わり。はい。